はい、2章関ヶ原の罠。やっぱり罠やったんか。これ逃げとんねんな。なんかどっか行け言われてたよ。大丈夫かお前ら。余裕も回るやろ、ほんまに。おう、おい、見てみや。どうなっとるんや。あそこが丸目の旦那の言うてたとこやな。ああ、早いって休もうや。マジはなんか顔色悪いな。なんか最初からやけど。なんや、まだ誰もおらへんやないか。来るんか、ほんまに誰か。わしらだけかもしれんな、生き残ったんは。やろうな。ああ、しかしまさか敵があの結城秀康だったとはな。知らんて。ほんま、えらいやつを切ってもうたで、あんた。結城？誰？なんやお前、結城秀康を知らんのか。知らんよ。そりゃほんまの怖いもん知らずやな。ある意味さすがや。どういうことだな。まあ、ええ、説明したる。ゆっくり座って話そうや。うん。喋ってくれや、ほんまに。しっかり遅いな、言うてくれ。結城の話をする前にちょっと周りを調べてきてくれへんか。敵が潜んどるかもしれんしな。周りっていうことは、ま、あ、外か、あ、なんか落ちませんか。なんかわからんけど拾うわ。はい、なんかわからんけど、あ、待て落ちとんな、なんか。あ、拾うよ。待て、結構なんか落ちてんのよ、それ。近くまで行かんとわからんような感じで。外出ていいんかな、これ。落ちてるかも、あ、そんな、あ、いいよ、なんか分からんけど拾います。はい、あとは落ちとるやろ、こんだけ落ちててんからな。ちょっと待ってね、こっち行かれんか。え、もうなんもない。今見るってなんか出たね。え、見る見る。なにこれ。うん、助ける、当たり前やないか。喜んでる。なんやろね。もうなんも、ここは行かれへん。もう行かれへんか。もうなんか拾えるもんはないんかな、あんなら。いっぱい拾ったもんね。なんだろ、こっち行かれへんな。マジでも喋ったらいいかな。なんもなかったで。誰もおれへん。はいよ。あんたが切った結城秀康って男、ありゃ徳川家康の嫡男、つまり次の当主となるべき男や。そうなんや。そうだったのか。ああ、名前こそ結城って名乗っちゃいるが、あれは徳川から養子に出されて仕方なくついた名前や。二代目になるって言ってんの。ほんまやったら東軍の総大将を務めててもおかしないほどの男やで。だがそれほどの人間がなぜ養子に。なあ、なんや、あの結城秀康ってやつは出来が悪いって評判の男らしくな。そうなんや。親父の家康にも嫌われて無理やり養子に出されたって噂もあるくらいや。そのことを恨んで徳川を裏切ると。まあそういうことやろな。そうでないとあの天海がわざわざこんなややこしい作戦立てて殺すようなことはせんやろ。どうしたん。天海なんか怪しいね。何もんなんや言った。え、あ、いや、あの結城という男、そんな悪い噂の立つような男には見えなかった。え、それに、うん、俺が部屋に入った時すでに襲われることを知っていたようだ。寝とったからな。何やと。
それじゃ結城秀康は襲われること分かっといて逃げ出さんかったっちゅうことか。あ、そないなアホな話があるか。わしやったら速攻逃げ自宅しとるで。うん。だがあの言葉気にならないか。おう、天界から弟を救い出すとかなんとか。ああ、言っとったな。言っとったやつか。弟って誰や。そうだ、あの結城という男、どこか引っかかる。まあな。でも考えすぎなんとちゃうか。天界と昔に揉め事でもあっただけなんちゃうか。なんやろね、一体。しかしよう降るな。なあ、変やな。随分時間が経つのに誰も来えへん。罠や罠、多分やけど。どないしたんや、暗い顔して。いや、なんやねんな、気になるがな。どうしたん。俺は今日初めて人を切った。切ったよな。初めてって、お前。そうか、お前それで怖なって。いや、そうじゃないんだ。え、その逆だ。逆。お前やったるぞ。なんぼだ。俺は人を切るということはもっと怖いものだとずっと思っていた。うん。だが今はその怖さを感じない。本物やね。あの結城って男にせよ、その手下にせよ、強い剣の前では無力。俺は改めて分かった気がした。うん。剣とは人を斬るための道具だということ。ああ、怖っ。つまり真の剣士とは、剣で命の奪い合いを重ねることでこそ。武蔵って言ったっけか、あんた。ああ。何言われるんやろ。それはあかん。あかん。それは人斬りに取り憑かれた人間のセリフや。人斬り。せや。人を斬ることでしか自分の価値を見出せへん。そんな剣士の慣れの果てや。いいこと言えないか。昔のわしもそうやった。そうなんや。え、はい。まだ喋ったらいいんかな。まだなんか落ちたりはしてない。喋るしかないよね。話す。ボイスボイスボイス、ほんま頼むわ。丸目さんに誘われる前は何してたんだ。金城さん、あそこで武者修行も食べに行こうか。まあ修行大事やからな。純粋に自分の腕を試したくて、いろんな剣士に勝負を挑んでおったんやけどな。そのうち人嫌いで命を奪うことに何の疑いも抱かんようになった。あかんで、人殺したら。今の俺と同じだと言いたいんだ。せや。切った相手の数が多いほど、世の中に自分の存在を知らぬ知らぬことができる。剣士として過去も上がっていくもんやと思った。あかんぞ、お前。ほんま、病気やで、それ。人斬り殺し。剣の道を極めるのは強い奴は片っ端方だから、まだ小さい娘の目の前で、その子の父親を切ったこともあったわ。まあ、最悪やな、トラウマなるやろ、お前。あんたもこのままやったらそんな風になってしまうかもしれんけど。あかん。じゃあどうして丸見さんの誘いに乗ったんだ。金が必要やったね。作戦が必要なのに、ようさん金もらえって言われてな。徳川側につく気はないのか。確かに調べるのは心臓があれやな。じゃあなぜ。国に元がおるんや。浮世中年、そいつを支えてやるのとあかんの。妹がおるんや。前も報酬の金も大見に帰る。その妹と一緒に暮らすつもり。いい兄貴やねん。剣の道諦めてしまうのか。わしは妹のためやったら剣を捨てて構わんと思ってる。そうなんや。剣の道を極めて誰も喜ばん。切られた人間、その家族、幸せにならんやつも多いや。
せえな。あかんぞ。わしは結局今の今まで剣を捨てることができんかった。せやけどあんたならまだ引き返せる。人斬りの道に進む前に引き返すんや、武蔵ちゃん。ふん、ちゃん言うた。無理だ。なんやと？俺は物心ついた頃から剣士を目指して生きてきた。今さら国に帰っても剣を捨てて生きていくことなんかできない。もう後戻りはできないんだ。そうなんや。せやけどこの先わしのような道をたどるかもしれへんで。分かってる。でも俺は純粋にもっと強いやつとも戦ってみたいんだ。悟空かお前は。そうか、まあ、ならえ。せやけど世の中広い。天下無双を目指すにやったら先は長いで。なんぼでもおるぞ。覚悟はしている。来た。お、やっと迎えが来たんか。ん、おお、やはりお前たちが生き残ってしまったか。せいで生き残ってしまったって。あかんのか。あんた何言うとるんや。え、何言わないやったんか。やっぱり丸目さん。何すねん。な、何の真似や。な、何の真似や。いや、丸目さん、どういうことなんだ。なあ、お前たちはここで死ぬ。え、なんでやねん。やれ。終わりましたね。死んで止まるかよ。ほんま、行くぞ。おいよ。ね、いやー、これ剣でね、気を抜いたからよくわかんない。丸めどれ。あ、こいつやね。あー、ちょっと待って。始まるもんですか。いやー、俺どこにおんの。あ、ここか。こっち行った方がいいんかな。どうねんやろ。よいしょ。喧嘩聞く。よいしょ。よいしょ。そうね。今なんか走ったな。よいしょ。マジマイケ、頑張れ。どうしたね今。よいしょ、レベルアップありがとう。あ、でもなおと好きやねんけどね。突き闇を出せるんですけど、出し方がわからん。どうやって出すんですか。よいしょ。スタンしてくれ、スタンしてくれ。出し方がわからんのか。勝てたこのままやったら突き闇どうやって出すんですか。いけ、いや、オッケー。よいしょ。ああ、ガードの方がいいかな。ああ、あれ、何個押してる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 。回復かな。それ、残ってんな。邪魔なんだろ。いや、やるやないかな。オッケー。極み出したい、極み出したい。極みどうやって出すんやろな。よいしょ。いや、どれがお前なおとかわからないんですよ。よいしょ。そう、もうちょいや、もうちょい。騙しやがってこんな。おいよ。ああ、もうちょいやね。せい、もうちょいもうちょいもうちょい。いや、頑張れ。
せい。止め。いや。頑張れ、あともうちょい。オッケー。来いや。ごめんね。竹中さんよ。こりゃどういうことなんや。なあ。さすが私が見込んだだけのことはある。冷静やなお前。だがまだまだだな。何？丸目さん説明してくれ。なあ。どうして俺たちを。はあ。何を手間取っているのだ、丸目。誰？誰よ。おお、松田優作の息子やろ。おお、この男たちが結城秀康を切った者たち。どちらが切った？俺だ。わいや。そうか、それはご苦労だったな。だが、お前たちにはここで死んでもらう。何？やんの？無理やね、これは。どうなるんやろ。お、二刀流。やんの？びっくりしてる。その構え、何のつもりだ。どうすんの。構わん、やれ。二刀流やね。どうせシュートリアルかこれ。それこれね、やっぱり。うん。あいよ。おいよ、おいよ。L 字ガードみたいな感じやな。メーザー L 字ガードやけど。ここや。OK。 うん。はいよ、はいよ。どっちがいいんやろうね。どっちが悪いんかな。はい、あ、いいよ、倒します。いや、じゃあもう見てや。あ、なるほどな。松田優作の息子、名前何やったかな。松田優作好きやったんだよね。探偵物語だろ、全部見たから。おいよ、おいよ、にゃザコはほんまに。オッケー、レベルアップ。戦うんか今から。丸目女。おお、まさかそのような技を使うとはな。強いで、ワイは。やるんか。どうなるんやろ。その技、本物かどうか試させてもらうぞ。ムービーやん。危ない。二刀流か。だがそんな小手先の技が私に通用すると思ってるのか。やったるわ。せい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 。おいおい、
慌ててる。やばい。あっ、マジマ来た。マジマ、わしが相手や。こしゃくな。おいやおい。ああ、マジマ大丈夫か。もし死に損ないが、何ちゅうことやるの。なお聞こう。宮本武蔵。それであんた佐々木小次郎だ。有名やね、めっちゃ佐々木小次郎って。何の真似だ。観念したのか。丸目さん、どういうことなの。俺はあんたに言われた通り逃げて生き延びる。生きてこの男とまた戦う。マジマ大丈夫か。丸目の野郎。また戦うねやろな、どうせ。宮本武蔵か。覚えとけや。